パンダは竹が大好きです。腹立って負けず嫌い？もっと時間が必要ですか？ひき肉はどれぐらい買ったの？自分の部屋に窓って2つある？脇見運転は絶対にしちゃダメよ。どうして銃を持ち歩いてるんですか？この本で、駅前の本屋さんで買ったのよ。なんでそんなことになったのか、正確にはわかりません。学校が終わってからお店で両親の手伝いをすることもあります。